クレーン移動式、クレーンクレーン船クレーン船、または、機重機船とは、重量物を釣り上げて移動させる用途に特化した船舶である。移動式クレーンを呼び、海上機重機の一種で、船にクレーンを搭載した形態が一般的である。最大級のクレーン船は、パイプライン建設など沖合での工事、海上橋梁の建設などに使われている。 大きいものは、反潜水型で作られているが、単動線形のものも用いられている。また、クレーンが、旋回型のものと、旋回できないものがある。なお、港に、配備されていることのあるガントリークレーンとは異なる。クレーン船1号となった USS キアサージ AB-1 クレーン船は14世紀初頭に現れ、中世ヨーロッパでは、ほとんどの港や入り江に、 必要に応じて配備されていた。1898年に浸水したアメリカ海軍のキアサージ級戦艦。キアサージは1920年に釣り能力250トンのクレーンを据え付けることによりクレーン船に改造された。後にこれはクレーン船1号と改名された。この船は戦艦の造船する際の報道や装甲の据え付けを多数行った。 また、1939年に沈没した、サーゴ急潜水艦、スコーラスを引き上げたことがよく知られている。1949年、J.L.A. マクダーモットが、デリック・バージ4号を建造。これは、旋回可能な、釣り能力150トンのクレーンを装備していた。この種の船の登場によって、沖合工事産業の方向が、それまでと一変した。かつては、 陸上でパーツごとに作成して運んでいた石油プラットフォームなどをモジュールごとに作成し海上で組み立てできるようになった。メキシコ湾など浅瀬での事業ではバージで十分であった。1963年ヘイレマはノルウェーのタンカーサンナズを300トンの釣り能力を持つクレーン船に作り変えた。これは沖合工事として 半潜水型ではない最初のものとされている。後にグローバルアドベンチャラーに改名された。この種のクレーン船は北海などでの事業に適している。チアルフサイペム7000用、小1978年、オランダのヘイレマ社の設計、三井造船の造船で2隻の半潜水型のクレーン船が造船された。ハーマドと DCV ボールダーの2隻であり、 それぞれ2000トンと3000トンのクレーンを備えていた。2隻合わせて5000トンの釣り能力を持ち、また、後にどちらもさらに大きな釣り能力に増強された。半潜水型のクレーン船は、海のうねりに対して強く、冬の北海のような環境でも使うことができる。また、瞬間的安定性が非常に高く、それによって、 単動船のものと比べて、非常に大きい釣り能力を得ることができる。大きな釣り能力のものが出てきたことで、石油プラットフォームの建設にかかる期間が3から4ヶ月だった。ものが数週間にまで短縮された。この成功に触発され、反潜水型のクレーン船が多く作られた。百八十五年に、アメリカ合衆国マクダーモット社の d b 1に、 が就航したこれにはそれぞれ6000トンの釣り能力を持つクレーンが2つ搭載されていた1986年にはイタリアのミカペリ社が7000トンのクレーン2機を積んだ m7000 を造船したしかしながら1980年代半ばに沖合建設の経済的後期が過ぎると建造は下火になった1988年にヘーレマシ マクダーモット社の合弁事業ヘマックが開始された。1990年にはミカペリは破産し、それにシペムが融資を行った。M7000 は引き継がれ、後にサイペム7000に改名された。1970年代の巨大コンテナリフトの産業から始まった巨大クレーン船の業界だったが、1980年代半ばに、 終焉を迎えるまでにこの分野で活躍したのは数社だけしかなかった。ヘールマは1997年に合弁事業解消後にマクダーモット社の d b 1 0 2を引き継いでいる。船はチアルフと改名され、2000年に7100トンのクレーンが2機に増強され、これは現在世界最大の釣り能力のクレーン船である。また、史上最大の釣り上げ記録は、 サイペム7000での12,150トンである。ありがとうございます。